はい、ではここで次のゲストをご紹介します。鬼塚直樹さんです。イエイ、こんにちは。こじこじのベース担当の鬼塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと硬いですね。もっとゆっくり。鬼塚さんですね、はい、今日ねアシスタントをしてくれている、今野と同じバンド、はい、そうです。そうですね、ギタリスト料理人の今野優太と一緒にバンドをやってます、ね。はい、あと何ベーシストなんですか。僕お絵かきベーシスト。うまいんすよ。うちはLINE アットってやってまして、うんうんうん、でそれでメンバーそれぞれのコンテンツとか上げてるんですけど、はい、それを鬼書きっていう鬼4コマ漫画メンバーのあることないことを、そうそうそう、4コマにして4コマにして結構これがまたクオリティがいいんですよ。今野優太が空飛んだりしてます。そうです。大体僕はまあまあでもまあ年に何回か空飛んでますね。おパッピーな感じがねたまにありますけれども、はいはい、どんなバンドなんですか。そうですね、まあ、5人組、男5人組のバンドなんですけども、はい、ツインボーカルのツインボーカル体制でして、こういう感じ、まあ、今流れてるようなですね、はい、まあ、心地よいメロディーなんかをボーカル2人が歌い上げるようなバンドになってます。あ、そうなんですね、はい、うちのボーカル2人も甘い声してるんで、もう女性受けはバッチリです。しかもタイプが全然違うんですよね。あ、2人の。そうですね、全然違うタイプなんで、ね、違う甘さってことですね。一、まあ、人はちょっとソウルフルな感じで、もう一人はもう本当に、うん、5年何何何何、女性受けのするもう今何悪口を落とした。いやいや。そんなことない、そんなことない、そんな、そう、でも珍しいですね、バンドでこう甘いボーカルが2人って。そうですね、なんで、ね、もう、うん、甘々、本当甘々ですね。もう曲作る曲も甘々です。どういうこと、どういうこと。それだからちょっと悪口言ってるよね。いい意味でね、いい意味で、いい意味で、いい意味で。今日ねボーカルさんがいないということでね、そうです、ここで、ね、言うだけ言ってろかな。ライブとかもやってるんですか。はい、はい、そうですね、一応春に結成したんですけども、はい、9月にワンマンライブやらせていただいて、まあ、無事なんとか終わらせることもできて、はい、はい、なんとか終わらせることもできてって、なんかそのちょっとトゲがない。まあそこまでいろいろ物語があったんです。早く終わらせたかったみたいな。まだね次もね、そうそう、あるでしょ。はい、まあ、ちょっとね、はい、こうバンドのね、お話もたくさん伺いたいんですけれども、まずはちょっと曲をね、はい、ご紹介いただきたいなと思います。曲紹介の方お願いします。はい、では聴いてください。こじこじでカウントオブラブ。ワン・ツー・スリーじゃ収まんない、好きなら好きなだけ深呼吸、成功法の先でもっとさ愛し合いたい。控えめなふりして up and down、 ちょっと痛くてもそれもいい感じ。出会いはちょっとした美談、くすぐったくて言えないな、だからこの話は置いとこう、気が向いたらまあそのうちにね。お互い意外な面もあって、ああそれわかるなんて言って打ち解け合ったのが、もう今は昔昔のように感じるな。そう、小さな癖も帰り際に見せる切ない目も全部覚えていたいんだ、忘れたりしないように心にメモ。始まりはきっと誰だってなんかいいなって、そのくらいで気がつけばほら特別なラブ、僕は君を君は僕のスペシャル。ワン・ツー・スリーじゃ収まんない、好きなら好きなだけ Think of you、 成功法の先でもっとさ愛し合いたい。 ABC じゃ物足んない、控えめなふりして up and down、 ちょっと痛くてもそれもいい感じ。ついさっきのこと、はい、いや甘いね。甘いですよ、甘い、甘い、甘い。久しぶりに言ったわ。なんかバンドらしくていいですね、そのこう曲はすごくキャッチで聴きやすいんですけど、はい、その例えばこれがシンガーへ作曲家が提供したりするとこんなにこうテクニカルにならないんですよ。もっと聴きやすいところに落とし込むことが多くて、4分の2とかも入ってたしね、うん、あとこれいやこれすっげえコアな話だけど、
あのエディットしてないよねこれね。エディットしてないです。あのだいたいピッチ修正っていうのをかけるんですよ。あのある程度聞きやすくするために。でもあのこれ多分バレないぐらいのちゃんとした歌を歌ってるから、あのうちのボーカルそこが、まあ、すごいなと思います。いやでもあれだよね、まだまだだけどね。まあ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 、それはそうなんです。いや、まあ、当たり前です。片方の僕ら友達だからいないからちょっとね。いやいや、でもすごいなんかミュージシャンにはすごく響くかも。 ありがとうございます。いやミュージシャンだけじゃねえか。一般のね。あでも結構あのいろんな人に関してもこの曲あのすぐメロディーを覚えてくれ、覚えやすいっていうこと声が多いので、僕も嬉しく。これどんなあの意味なんですか、曲の意味なんてあるんですか。大きなテーマとしたラブストーリーがテーマにはなってるんですけど、これがあのこじこじで初めて完成させた曲なので、うん、なんか最初ちょっと実験的な感じで2人のボーカルがそれぞれのラブストーリーを歌い上げたら、まあ、どんな曲になるんだろうっていう、まあ、裏テーマみたいなとこもあって、なので結構1番と2番で結構メロディーとか歌い回しも全然違かったりするんで、そういった曲になってますね、うん。いやいいな、かっこいいな。もうムカつくな。ありがとうございます。かっこいい音楽聞くとムカつく。いつもそのあのりょうちゃんに、はいはい、あの片方のねボーカルさんにも、はい、お前ムカつくなっていつも俺は言ってるんです。ムカつくけど一緒に仕事したりもしてて一緒に作詞したりとか。いいですね。ありがとうございます。制作のなんかこう手順とかあるんですか。そうですね、まあ、大体自分、その大山と、まあ、もう一人の梅田純平が、曲あのデモ曲作ってきて、うん、でそれでみんなでこう、まあ、スタジオなんかに入ってあだこうだ言いながら、まあ、作り上げていくのが大体のパターン、ね。まあ、ドラムが、まあ、リズムパターン作って、今野優太がアレンジをして、うん、まあ、僕はそこにも乗っかるだけなんで、基本自宅待機をして。自宅待機です、ね、自宅待機です。いやでもベースも今は聞いてましたけど、はい、うまい。 ありがとうございます。普通にうまい。自宅待機した感じがありましたね。ベースばっかり弾いて。もう羨ましいわ。そうだそうだ、今日のさトークテーマのこのサンタに何を頼む、はい、これ聞いてもいいです。もしサンタがいたらとか言っちゃダメだ。サンタはいるんですけれども、サンタが何かくれるとしたら、はい、僕今すごい自転車が欲しくて、なのでちょっと枕元に自転車置いといてほしいですね。超邪魔じゃねそれ。起きてチャリ、起きて自転車があって。すごい嬉しい。結構ちゃんとした自転車。あの坂道が多いんで、はい、電動自転車が欲しいです、うん。自転車があればね、あの自宅待機から逃れられるかもしれないですね。すぐ行くから。いや行かないでしょ。まあ、今年結成したということなんですけど、はい、来年どんな活動をするみたいな目論みはあるんですか。はい、そうですね、一応ライブが中心にはなると思うんですけども、はい、それ以外も僕らミュージックビデオとか、はい、まあ、カバーソング、うん、今流れてるクリスマスソングなんかもカバー、はい、まあ、マッシュアップした動画ですね、うん、とかも撮ったりしてるので、まあ、そういったライブと動画を中心にやっていくんじゃないかなと、うん、はい、まあ、僕は自宅から。そうです、自宅から。スケジュール待ちですね。スケジュール待ち。もうこれから ね、またそのバンドとしては、まあ、僕としてはフェスとかに出たいですね。夏フェスとか、うん、いいですね。いいですね。もうフェス作りましょう。あ、やっちゃいましょうそれ、うん、作りましょう、うん、行きましょう。僕待ってます。いやいや待ってんじゃないよ。やるんだよ。お前もやれよ。一緒にやるんだよ。具体的なライブのお知らせなどありますか。はい、でも年内ですね、12月28日の金曜日、六本木のクラブエッジで決まってまして、あと来年1月10日、恵比寿の天窓スイッチ、こちらでもイベントの出演決まってますので、はい、先ほど流れたカウントオブラブなどの CD も売ってるので、はい、まあ、ぜひ年納めと年始めはこじこじでお願いします。うまかったな。うまかった。考えといた。さあ、はい、ぜひね、こじこじの活動皆さんチェックしてください、はい、よろしくお願いします。はい、東京キバスタジオよりお送りしてきました、クロッシングミュージック渡辺聡のサンデーゴーゴー、本日 MC お相手は渡辺聡とアシスタントの今野優太、そしてゲストの鬼塚直樹でした。はい、はい、ありがとうございました。それではまた会いましょう。 Have a good day。